1> 1番くじ夏目友人帳、ニャンコ先生探偵が11月19日に発売するので紹介していきますこちらは1回680円で1ロット70本ですのですべて購入したら47,600円になります A 賞は探偵衣装に身を包んだニャンコ先生と助手の夏目のフィギュアです 衣装や小物などの細部に至るまで、書き下ろしイラストを忠実に再現しています。当選確率は2分の2で2.86%です。B 賞は、どんな事件でも解決、自信満々な表情のにゃんこ先生探偵のぬいぐるみです。当選確率は3分の3で4.29%です。 C 賞は秋冬のお出かけにぴったりの大ンストールです。肩から羽織っても、膝掛けにも、首にざっくり巻いてマフラーにも、使い方いろいろに楽しめるあったかアイテムです。当選確率は2 70分の2で2.86%です。D 賞は、高級感漂う厚みのあるロックグラスです。飲み物を入れると絵柄に変化が、2種のデザインから、 お好きなものが選べます。当選確率は,4 70でです衣装はレターセットパズルメッセージカードクリアファイルステッカーからお好きなものが選べるステーショナリーコレクションです予告状をイメージしたレターセットやメッセージをかけるパズルカードなどどれも探偵らしさいっぱいのラインナップ 当選確率は70分の17で24.29%です。F 賞は操作のお供にぴったりなテキスタイルコレクションです。書き下ろしイラストを普段使いしやすいデザインに落とし込みました。巾着2種、タオル3種の中からお好きなものが選べます。当選確率は70分の16で22.86%です。 G 賞は、にゃんこ先生探偵のフィギュアチャームにしと、書き下ろしイラストを使用したラバーチャーム4種の中からお好きなものが選べます。ラバーチャームには、夏目や名取りもラインナップ、当選確率は70分の26で37.14%です。ラストワン賞は、怪盗に扮する黒にゃんこのぬいぐるみです。モノクロや怪しげな雰囲気のマントなど、 書き下ろしイラストを忠実に再現。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。